い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、前回の続きからやっていきたいと思います。気候都市ゴーグをクリアしてムスタディオを解雇したところですね。で、編成の方は、まあ、とりあえずナイトのまんまで、前回あのカブとねパクられたんで、ちょっとゴールドヘルム1ランク下がっちゃってますけれども、オフルを使ってます。まあ、両手持ちサンゴの剣で、魔導士のマントですね。まあ、これでいきましょう。まあ、結構硬いは硬いよね。時間はかかるけど、貿易都市ウォージリス行きます。歩いてるけどね、これ船で行ってんだろうな。イベントかこれは。どうやらウォージリスにライオネル軍はいないみたいだな。一番手前がラムザかと思った。逆に何のあれだね、変装みたいなのもしてないんだね。追われてる立場なのに。そしてディリータ、どうしてここに。俺たちの情報網を甘く見ないでもらいたいな。俺たち悪いことは言わない。イグロスへ戻るんだ。これ以上首を突っ込むな。王女のことにも成績のことにも。一体君は何を知っているんだ。お前は王女を救えると考えている。だがそれは目先の問題の解決に過ぎない。真の意味で彼女を救うことができるのはこの俺だけだ。何を言っているんだ。時として最良の方法が最善の結果を生むとは限らない。たとえお前がどんなに頑張ったとしても、お前には救うことができない。それを覚えておくんだ。君は一体何をしようとしているんだ。一体何を。ダーグ校もゴルターナ校もお前の兄貴たちも皆一つの大きな流れの中にいることに気づいていない。そう、気づいていないんだ。俺はその流れに逆らおうとしているだけ。それだけさ。生きていたらまた会おう。結局何しに来たのこいつ。一応なんか忠告的なことはしたけど、意味がわからんからな。まあ親友だとは思ってるよね、ラムザとディリータは。まだまだちょっと溝はあるけれど、なんだかんだでやっぱりね、友達のことを思ってる感じはしますね。じゃあウォージリスショップを見ますか。ナイト系のやつ売ってないかな。試着室、最強試着特にない。で購入、虎鉄アシュラ、侍系の武器が出てきたね。グリーンベレー、そうだね、ここはちょっと軽装だね。魔術師の服、うん、ベストとかだからやっぱり魔導士系か。でアイテムはハイポーション63個、まあ、こんだけあれば大丈夫でしょう。じゃちょっとセーブだけして先へ進みます。はい、じゃあバリアスのか。またか、またイベント。結構イベントが目白押しだね。お、怪しい3人組じゃん。その盗まれた宝石を取り戻すためにお姫様をおとりに使おうって魂胆。聖職者の考えることじゃねえ。なんだとこの野郎。そっちがあの小僧どもを取り逃がしたりするからこんなことになった。こちらの手違いには違いねえが俺の責任じゃない。やめなさいルードビッヒ。
ダイスナーグ卿には約束通りオベリア王女を引き渡す。こちら側の意思でもありますしね。ただ王女誘拐の真相を知る者たちは始末しなければならないと困るのはそちらではないのですかな。宝石を盗んだ者も彼らと共に行動しています。行動してないよもういなくなっちゃったよ。王女をおとりに使うだけであの者たちを一網打尽にできるのです。一石二鳥ではありませんかな。ムスタディオマジでどこで何してるんだろう。確かにその通りだ。だが万が一ってことがある。ずいぶん弱気だな。用心深いって言ってもらいたい。戦場で生き延びるには慎重すぎるぐらいがちょうどいい。わかりました。回避策を取りましょう。さらに確実に罠にはまってもらうために餌も撒きましょう。いいだろう。餌にはあの女がちょうどいい。それから奴らの始末は俺に任せておきな。そこにいる奴よりは安心だぜ。ルードビフィが確かに強そうには見えないからね。ガフガリオンはだって普通に傭兵だから強いでしょ。ゲイか、本気ですか。では頼みましたよ、ガフガリオン殿。任せておけ。宝石も取り返してやるさ。結局ガフガリオンはやっぱ金なのかな、目的は。ゲイか、何もあのようなやつに。お前は何度もしくじった。その責任を取ってもらいましょう。ゲイか、何を。どうやって殺したのかな。この人たちのジョブが知りたい。あれ、またどうしようかな。もう一回このまま行きますか。バリアスの丘。特に配置はないんでね、このまま行きましょう。バリアスの谷だった。アグリアス、どこにいる。どこへ逃げても無駄だぞ。こんなところにいたのか。確かに、まあこの人数アグリアス一人じゃ無理だよね、どう考えても。さあ観念するんだな。ん、ラムザ一人。アグリアスさんを守るんだ、行くぞ。一人で自分で自分を鼓舞している。アグリアスを救出系か。これアグリアス死んだら終わりかな。それ系辛いよね、ちょっと。ナイトだし無理だ、ちょっと攻撃できねえ。どうする、攻撃できないかな。ここで行動を取るかどうかだよね。遠距離もないし、戦技が本当に使えないからな。ブレイブ85か、90にしとこう。ちょっと一回励ましを使います。少なくとも俺に攻撃が集中してくれればいいんだけど、結構ね、倒せるやつから倒していくからね、敵の行動パターンとして。ラムザどうしてここに。あなたたちを助けるために城の裏側から攻めようと思って。アグリアさんこそどうしてここに。数奇鏡が裏切った。いや、最初からラグコーと内通していた。城から脱出しようとしたが、オベリア様だけ捕らえられてしまった。なんとかお救いしようとしたんだが、このありさまだ。やつらはオベリア様を処刑しようとしている。早くお救いせねば。まずはこいつらをなんとかしないと。ごもっともで。本当は逃げてほしいんだけどな。一応2人か。不動明剣うまくいけばストップできるからね。50、まあそれなりだな。ただラムザでこれで絶対一撃で倒せるよね。ここにいる。遠距離なんだこれ。風水師の技か。ツタ地獄。弓使いか。やっぱいるよね。よし、え、ハートを盗むとこれやばくね。終わったマジこの戦い終わったわ。しかもハートを盗むってさ、結構距離あったね。1234マスくらい離れてる。投石。いやちょっと待って、これ本当にもう無理だよ。ちょっとラムザ1回行動して無理そうだったらリセットします。リセットしてやっぱ忍者だな。速攻で型をつける。なんか使ってきたよ、サンダー。
78とか食らいすぎだろ。誰攻撃するの？これマジで終わりちゃうと思う。リセットも何もなくね。ヘッドブレイクとかわざわざ2かけしかも頭を壊してさらに追い打ちをかけた。ラフザにやられた。後ろからさ、いきなり裏切り者が出たよね。えって感じだよ本当に。アグリアスからするとかわいそすぎるんだけど、このままちょっと労働します。はい、じゃあそれではちょっとね、やっぱり忍者に戻しました。ヒットポイントがねだいぶ減ってるよねやっぱり。でアビリティの方はまあ例によって、格闘をつけてます。で装備の方なんですけれども、アクセサリーにね、パワーリストをつけました。ちょっともう火力を少しでも高めて速攻で敵を、葬っていくと、そういうスタイルでここは行きたいと思います。でイベントはもう見てあるんで、そのままバリアスの丘に行きます。これイベントさ、別にスキップとかそういうのないんだね。場所はここでいいかな。ここが多分ね、クロマ同士のところに最短で行ける距離だと思うんだよね。でラムザの1ターン目でクロマ同士をなんとか始末したい。だとチャームどうだろうね、最悪リセマラになるかもしんないけど、80何パーセント 100% ではなかったよね。こういうのもイベントカットできないんだよね、毎回見ないといけない。会話はもう飛ばしていきます。で次死んだらこの会話をもう飛ばして戦闘が始まるところからやっていきましょう。ここのところからね、死んだらアグリアスを救出せよ。でクロマホもだいぶダメージ食らったからね、クロマ同士がいなくなるだけでもよし。さすが忍者、116だったら2発当たれば倒せるでしょう。121発で倒せるし、強え。マジで素手忍者がほんと安定だな。でクロマ同士が死んだことによりアグリアスがちょっと前線へ出ていきそうなんだよね。自分の身を守るってことを知らないからな、果敢に攻めていくでしょう。です、死んでくれ。これも結構運が左右されるかもしれない。無理か。で上の弓使いだね、あいつマジで始末する。攻撃はしてこない。フローネ攻撃か。うわい、なんだサンダーの矢みたいなやつか。オートポーション79と40いくつでしょう。めっちゃ食らったな、だいぶマイナスになってる。とんでもねえもん持ってんな。どっち、アグリアスだよね多分。いやラムザか。ブレイク、ヘッドブレイク、回復はもうオートポーションしかないし、こいつは全然来れないな。よしラムザ横からこいつをぶっ倒す。危険すぎる。176とかガチで強いんだけど、何これ。パワーリストってなんかでも攻撃力さ1しか上がんないんだけどさ、それでもこの差がでもうぶっ壊れちったよ。ゴールドヘルムが囲まれてんな。この弓使いがあとどうか25、まあ、大したことはない。でこのクロマ同士だな、119とかやばい。倒せるか、いけるなこれ。後ろから殴れる。今の俺の殴りはガチで強えから危ねえ。いやきつくなってきたね。どう行動するですか。発動しろ。もうダメージはいいよ、結局ラムザ一発で倒せるから。無理か、即死が発動してくれるだけでもだいぶ違うと思うんだけどな。いくつ食らうか。49か、まずいな。よし早い、たださすがに早い。弓使いを先に始末しておこう。多分こっちの方が行動が早いからね。よし、でナイトは行動遅そうだから、うまくいけば先にラムザ動けるんじゃないか。64、おお光栄。でアグリアスは絶対遠距離で
仕掛けるから死ね、マジで。これでです、発動しろ。おお、発動した、いいね。あと残り1体いけるか、いけない、いけないね、届かないね。79、特に、あ、ガッツ、おまじない、いやでも死なないよね、死なないはず。行動しなければ早っいや忍者ど安定だわ。結局ね、忍者もねレベル8にしないといけないんで、今レベル5なんですよ。当分やっぱり忍者でいきます。いや戦闘だけ見れば結構早く終わったと思う。ただ内容がすげえ濃かったな。この先のゴルゴラルダ処刑場でオベリア様の処刑が行われる。急ごう。わかりました、行きましょう。2人で乗り込むのか、2人っていうか、アグリエスどうなんだこれ。8700円、やまびこそう。おお、いいね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 。仲間にしてアイテムパクってさよならする。せっかくアグリアスが仲間になったというのに。そしてゴールドヘルム壊されてんの、あ別のとこになった。そっか、処刑場みたいなこと言ってたもんね。でアイテム、解除、サンゴ、ミスリル、ゴールドアーマー、ダイヤ、そしてさようならアグリアス。この身貴公に預けると言ったはず。本当にそれが貴公の望みなのか。そうだ、さよならだ。そしてセーブをします。さあ、じゃあこの素手忍者のままゴルゴラルダ処刑場に行きましょう。いいね、完全一人旅になってきたね。そして結構きつい、やっぱりチャプター1でもう二刀流と格闘を覚えたのは正解だったな。これ大正解だった本当に。あとオートポーションね、この3つが基礎だな。何か言い残すことはあるか。ありません。そうか、何もないか。ん、敵襲、一人、そこまでだ。オベリア様を返してもらおうか。クククかかったな、何マジで。あ、ガフガリオンじゃん。あ、マジかそういうこと。そして敵が結構いっぱいいる。相変わらず素直すぎるぜ小僧。俺も素直だったな。オベリア様はどこだ。ライオネル城さ、それより宝石はどこだ。宝石、しらばっくれんじゃねえよ。通気橋から盗んだ宝石、宝石を盗んだ野郎と一緒なんだろ。一緒じゃないってだから欲しければ力ずくで奪うんだな。で結局ラムザが持ってるってことじゃ。ガフガリオンがいるな。すべての敵を倒せ。ちょっと先にガフガリオン始末したい、やっぱり。いいね、忍者早い、いけるか、いける。まあ、横だね。どうだ、144、風水返し2発当たれば倒せる。78の78、ガードされた。風水返しって攻撃に発動するものなのか。20、まあ、大して強くは。げっ、寝たマジか。状態異常がちょっとやばいよな。今からでも遅くはない。俺と一緒にグロスへ戻ろう。お前の兄貴ダイスダーグは全てを許すと言っていたぞ。さあいい加減目を覚ませ。お前が眠らせたんだろ俺は寝てるぞ。起きた断る。僕はこれ以上悪事に加担するつもりはない。悪事というのか、お前は悪事というのか。お前はベオルブ家の人間だ。ベオルブ家の人間には果たさねばならん責任がある。その責任をお前は悪事というのか。この愚か者め、兄さんたちは自分の都合で戦争を起こそうとしている。それを悪事と言わずして何という。何かを成すためには犠牲が必要だ。犠牲を払わない限り人は前へ進めない。歴史を作ることはできない。この腐敗しきったイバリースを見ろ。誰かが変えなきゃいかんのだ。お前の兄貴はそれを成そうとしている。たとえそれが悪事と呼ばれることでもな。そしてまた寝る。君の話はもう眠いんだよガフガリオン。うお、88、しかも吸収された。闇の剣じゃないってことは普通にブラッドソード的なものか。
こいつらの攻撃がどれだけ食らうかだよね。まあ、チャージでも70を越してくるとだから危険なんだよ。70ちょうどぴったりだ。プラマイゼロ。敵の攻撃力が高くなってるよな、やっぱり。48、絶対高くねえや。これはだいぶプラスだな。むしろヒットポイント全開したんじゃないか。こいつは降りてこないと攻撃できないでしょう。あの魔導士系がどうなるかだよね。40チャージか。ヘイスト、自分にかける分には、いや待って、自分にかけて速くなってヘイストが他のやつにもかかるっていう、そういう連鎖が起こるかもしれない。敵の数が多いとね、本当に出番が回ってこないからね。全員敵が動くまで、さらにこいつらヘイストかけてくるし。ヘイスト、ミス、ざまあみろ。チャージに痛い。ポーション、次後ろからでガフガリオン始末したいな。一発じゃ倒せないよね。発動率はさすが回ってくるっしょ。だからといってオベリア様を見殺しにしろというのか。ジークで砦のことなら忘れろ。あれは仕方なかったんだよ。お前はベオルブ家の人間だ。お前はお前に与えられた役目を全うしなければならん。それがお前の運命なんだよ。ティータを死なせたのも運命だというのか。違う、それは違う。僕らは僕らの都合でティータを、そう、ティータを殺したんだ。僕はずっとその現実から逃げてきた。僕がティータを殺したんだ。だからお前も殺す。ガフガリオン、後ろからで100だ。これ殺せる。オラ死ね。よし、まず一番厄介なやつを倒した。クソ、これほどまでに強いとは確かにマジで強いからな、ラムザ。そしてなんでガフガリオンテレポみたいなの使えるんだろう。何でも使えるよな。闇の剣も使えるしさ、テレポも使えるって、そりゃ確かに恐れられるよね。あいつなんだ、処刑台の真ん中にいるぞ。そんなに処刑されたいのか。いいだろう、この俺が処刑してやろう、お前の望むところで。後ろは取れないか。まあ、横で大丈夫でしょ、弓使いだったら。いや、忍者早い。584。こいつ強えな。ちょっとオートポーションが発動しなかったら嫌だから、先にこっちのナイト倒すか。本当はナイト倒せばよかったよね。なんか処刑台とかにこだわってないで。で、フェニックスの音か、マジで厄介すぎるだろう。え、じゃあ先にあいつ、敵のさ、アビリティ、まあ、見れると思うんだよね。全く見てないけど。自分にさっきヘイストかかんなかったから、改めてかけ直してきたか。てかフェニックスの音か、何個持ってんだろう、そもそも。ミスとか本来ね、反撃ができればだいぶ楽なんだけど、反撃をする余裕はさすがゲー。しかもスローとか。こいつは、あ、スローやられるとちょっと厄介だから、あ、いや厄介だから先にこいつ倒しますもん。フェニックスも使われるかもしれないけど、スロー使われるとだいぶ出番回ってこなそうだからね。よし、もう持ってないか、フェニックスの一個区切りかな。あ、こいつ速いやつだから違うか。めっちゃ囲まれてんな。クオ、発動しなかった。発動しなかったけど、いや、やっぱこいつフェニックスも使ってくるわ。すげえ厄介だ。あいつ倒そう。
いや、なんかこういう時にまとめて敵を倒せるものが欲しいな。こいつまたヘイスト使うのかな。マジックバーたんまりあるからな。シーモーじゃん。スロー。いやー、厄介なとこにかけてきたな。よし、ミスった。ヘイスト俺にはかからない。いやー、あいつ倒そう。先にナイトの方蘇らせてくる。89、まあ、70もう一回食らってもなんとかなるけど、正面にしか行けねえじゃん。一撃で葬れる。90か。2発当たれ。もう一発ミスった。こいつは完全にもう逃げてんな。でこいつが70だっけ。ブレイクだし、いってひでえ。こいつアイテム使ってくんね。でこいつはヘイストかかってるし、殴ってきた。回復しろ。 OK、 プラス。さっきの70回復しなかったのがだいぶ痛いかんな。よし、早い。これでこのアイテムナイトをぶっ倒す、確実に。今では来れないでしょ。狙ってくるか。全然だね。どうする。やっぱりヘイスト厄介だよな。時窓し先に倒そう。しかも2人かよ。ヘイスト3人か。マジか。レベル上がってるし、こいつはもう多分来ないね。こっちに来ない来ない来ない。ただ囲まれてるってことは結局倒さざるを得ないよね。敵の数から減らしていくか。やっぱりこっから時魔導士までには多分届かないんじゃないかな。来た。なぜか6.5、 4.5 ってちょっときつそうだよな。100% OK。 めんどくせえやつだ。であと70ナイト倒そう。そいつをこっちだ。70ナイト。70ナイトさえ倒せばあとそんなにダメージは食らわないと思うんで。こいつ一回も食らってないよね。そういえば届かないか。でこいつは動かない。もう戦意を喪失している。半分くらいマジックパー残ってるかな。半分以上残ってるよ。いや本当にヘイスト強いかんなこのゲーム。ここ横しか取れないか。102。いや脅威を先に倒しとこう。 75%。よし。でこっちを向く。40。チャージ2か。オッケー。ヒットポイントは全開じゃなかったかな。てかそうか、グリーンベレー破壊されたからそもそもの最大ヒットポイントが減ってんだよね。時魔導士倒そう。ちょっと厄介。やっぱりヘイストがかかってんのはすげえめんどくせえ。ちょっと待って、もうちょっとこっちにしよう。で後ろから行く。確実に倒す。ほらほらっひどすぎる。ヘイストが切れた。で多分あいつの隣に行くよね。
っけ、聞かなかった。なんか結構ミスるかんね、まあ、敵もミスるんだけどね。その代わりこいつ狙ってくるんじゃないか、射程に入ってないか。3の高さはいけんのか。チャージ、あと1234体時窓同士ほっとくか。ナイト倒そう。後ろ、後ろ取れるやつから攻撃していく。100%120が2回、よし OK。 レベルもアップ。レベル差はだいぶあるよね。自分28レベルだからね。今狙ってくるね。しかも3方向にさ、みんなばらけてるからめんどくせえな。時間同士届かなかったとしても手裏剣投げれば多分倒せるよね。ヘイスト切ったらようやくだよ。でこいつは攻撃してこないから、よし時間同士から行こう。一応射程内に入ったか。1体ずつ OK。宝箱、この動かない弓使い、今楽にしてやろう。届かないね。ということは投げるか、手裏剣。見えない。 50% 当たった。クリスタル、クリスタル回収して、回収してーけど、いや、あ、待て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 、後ろ、ちゃんと後ろを取ろう。3だったら頭殴れるよね。 90% か。げーひどくない？本当にどうなってんのこれ。いや、もう負けはしない。さすがにこの状況ではもう負けはしないけどさ、後ろ取って90を2回かわされるってどうなってんのよ本当に。ジョブレベルが上がった。やったー。急いでライオネル城へ行かなければ。一人でね。12000円、グリーンベレーちょっと買いに戻りてー。バリアスの丘だっけ、あそこを通過しないといけなそうだよね。まあ、それは裏方でやっとくか。食事に手をつけていないのか。食べないと持たないぜ。お前が死んで悲しむやつなんて一人もいないぞ。それどころか喜ぶやつが大半だ。どうせ死ねやしないんだ。無理せず食べろ。やはりあなたも数奇教と結託していたのね。私をどうしようというの。ラグ校に引き渡さないのならどうするつもりなの。本来お前がいるべき場所にお前を連れていく、それだけだ。あなたも私を利用しようというのね。でも私はあなたの言う通りにはならない。お前に選択権はない。生き延びるためにはそれしかないぞ。それはどういう意味。それは娘がオベリアか。王女様、ご機嫌はいかがですかな。もう少しおとなしくしていただけるならばこの部屋でなくともよい。王女の身代わりの娘には十分すぎる。ほほほ、ボルバルフ殿、この娘はまだ知らないのです。そうか、哀れな娘を。それはどういうことなの。いいか、よく聞け。お前はオベリアではない。本物の王女はとうの昔に死んでいる。お前はその身代わりなんだ。そんな、嘘ではない。お前はオベリアではないのだ。ルービア王妃をよく思わぬ元老院のジジイどもがお前を作り出した。いつの日か王位を継がせるために身代わりを用意した。邪魔な王妃を追い出すために。奴らのやり口は実に周到だった。上の二人の王子を病死に見せかけて暗殺し、お前を王家に入れた。病弱なオムドリアに新たな王子ができるとは思えなかった。自動的に王位はお前のもの。ところがオリナスが誕生した。いや、未だに王子がオムドリアの子であるかどうかわからん。ラーグ公が実の妹を
王の母にするために外から種を用意したのかもしれない。いずれにしても元老院のジジイどもの計画は台無しになった。嘘よ、嘘だわ。どう思うとお前の勝手だ。我々にとってお前が王女であるかどうかなどどうでもいいこと。我々は王女という強力なカードを手に入れた。それだけで十分だ。あなたたちは私をどうするつもり？一体何をさせたいの？何もしなくていい。今のまま王女でいてくれればいい。私はアトカーシャ家の血を引く者。誰にも命令されたりはしない。ではどうする？ダーグ公に捕らえられれば即処刑。我々は手助けをしたい。お前が王位をつくために。あなたは一体何者なの？我々はラグ公の味方でもなければゴルターナ公の陣営のものでもない。ただの協力者。ボルマルフ殿、王女様にはもう少し頭を冷やしてもらいましょう。現実をきちんと認識すれば我々の協力を拒むこともありますまい。そうだな。行くぞディリータ。さすがに DNA 鑑定みたいなのはないからね、こういう世界に。血がどうとかって言われても分かんないからな。あ、これでこのままライオネル城へ行けんのか。処刑場は何もないよね。というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。やっぱり忍者が安定だね。ちょっとヒットポイント、あの今兜がなくなっちゃったから、一応かぶる三角帽子でもプラス40か。で、次やるときまでにはちょっとウォージリスによって、三角帽子じゃなくてなんだっけ、あの壊されたやつを調達してから、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。